ヤーさんからいただきました、はい10歳の娘と聞いていますと、はい、春休みで、毎日家にいてお友達が遊びに来たり、うん、また遊びに行ったり、はい10歳の娘は休みを満喫しております、はい、で娘はウクレレをやっていまして、へー、将来の夢はウクレレプレイヤーですと。あら、いいじゃない。ウクレレって4弦しかないからね、はい、楽ですよ ね、 ね、はいはい、ワールドワイドに活躍すべく、うん、英語も合わせて勉強中。英語は実は私全くダメなんですけどね、はい、でもすごいですね、10歳から英語、ウクレレのためにも インターナショナル行ってるんじゃなくてみたいですね。もうこれからだって来年か再来年ぐらいから小学校で英語教えるようになるっていうもんね、はい、ちゃんと。そうですよね。いやいやいや、ウクレレといえばギターもねやってないしね、今日なんか入室にこれから、はい、まあその朝日新聞の取材を受けた後、ね、ジムとかいろいろ仕事あるんですけど、本当にどうしようか迷ってますからね。ジムってあれですよね、あのいわゆるインナーマッスルを鍛えるというようなジム。そうなんですよ、ね、それでウォーキングを30分だけするんですけど、はい、私はもうインナーマッスルってのがよく分かんなくて、もうウォーキングイコールもう体操、もうジムに行ってるって意識なんですよ。なんといっても303歩しか歩いてなかったんですからかつて万歩計が衝撃の数字を叩き出したんですよね、はい、303歩、マーチにもなんねえみたいな自然に3でも365歩のマーチでしたね、303歩でしたから、ね、やっぱ歩かなきゃということで、まあ、1回皇居の周りを1人で歩いてこけたこともあるから、まあ、ジムがいいだろうと。はい、ですよね。それでも迷ってんですけど、偉いな。偉いですね。ジムじゃなかったらっていう選択肢もあるんですか、休むってことですか。ジムじゃなかったら土曜日たまには飲んでみたい。いやだから今完全に今の極端な分岐点にいるんですよ、はい、完全に飲むという緩める方に行くか、はい、ちょっとストイックにやっぱりこうね、はい、あの体をケアする方にやるんで、このねトレーニングに行くか、ね、私だけかも分かりませんけど、インナーマッスルって難しいですよ。どこに効いてるか分かんないんだもん、はいあのなんか特にアッコさんの性格の場合、多分分かりやすくすぐ結果が出ないと嫌なんですよ。割れてきましたね腹筋とか、うんうん、そうなの。そうですよね、うん、二の腕がなんかプルンプルンがね取れました、振り袖じゃなくなりましたねみたいなのがあるといいんだけど、これやると腰の痛みがなくなりますって言って、こう何足を運動やるんですか。足をなんかこんな竹みたいな棒の前で、それなんて足をこう片足だけ上げて、で左、まあ、右足を上げるとすると左足を重点にしてお尻を突き出してこう屈伸して、それが腰にいいとか言うんですけど、なんかちょっと太極拳の動きにもちょっと似ている感じですかね。いやそういうのはないですけど、はい、そうやったりするけど、アクリル板なんです腰痛くて動けないんですよ。ああそうか、うん、腰に絶対いいですからと言って言われて、これは負担が少ないだろうと思ってやるとアクリル板動けないとか、はいはい、うん、よくあるんですよ。ベッドでもこれは最高ですっつって、まあ、言いませんけど、もうスポーツマンが使ってなんとかかんとかって、でそこまで行って私が寝て私の体重とか全部測って、 あそこまでして、はい、したアクリヒが起きれなかったんです。あ寝床から電話かけてマネージャーに起きられない完全に起きられない。そう、もう寝た状態でですか。丸めて起きたまま。いやいや、確か笑い事じゃなくて、腰の痛みが取りたいからこそ、そうなんです、いろんなことをやるわけじゃないですか。で今日もなんで朝からって、こういつも日曜日なんですけど、朝からなんかこういうふうに思うって時は必ず腰の調子が、昨日針行ってんですよ、針とマッサージ行ってんですけど取れないで、そうすると必ず朝からこういうふうになんかちょっとおかしいんですよ。飲みに行くと痛みが取れるんですか。飲みに行くのを誘ってみたりして、どうなんですかね。土曜日飲むってのはちょっと怖い感じ。今までだって何十年もあんまり飲んでないから土曜日に。本当そうですよね。お店がびっくりするんじゃない。どうしたんですか今日は。うん。本当に。明日お任せないんですか。ないですかと言いますよね。土曜日はあんまり、そうね、飲み行くってあんまりないですね土曜日は。ですよね。うん。いやー、こんなこと生放送で言うことじゃないんだけど、本当にどうしようと思ってるの。そうですね。じゃあミニミニ小学生プレイヤーの10歳のお嬢さんに決めてもらえますか。ウクレレと英語の勉強一生懸命やってる。でも友達
が遊びに来たり、はい、遊びに行ったりするんでしょ、はいうんうん、私たちの遊びと違うからね。あ、うん、私が遊びに行ったりは酒飲んだりとかってことでしょ。そういうことですよね、うんうん、ちゃんと満喫してるわけですから。でもちゃんとその遊び以外に勉強以外にそうやって習い事っていうかちゃんと自分で率先してやってるっていうのはね、偉いですね。偉いですね。女性のウクレレ奏者ってあんまり聞かないから特にいいんじゃないですか。あ、ハワイなんか行くとね、はい、ウクレレ優しい音奏でてるもんね。そうですよね。頑張ってほしいね。はい、頑張ってください、はい、さあそしてですね、これはエイプリルフールで先ほど盛り上がりましたが、はい、世田谷のポーさんはですね、はい、以前ロト6が当たったと嘘つかれたことがあります、はい、5億円ですよ。泣きながら電話があり、取り乱した感じで、あ、どうしようどうしよう当たっちゃったって演技されて、はい、あの時は信じちゃったんですよねっていう。5億円ですか。それは泣きながら、ちょっと後で嘘だった泣いちゃってなんて言われるとちょっと悲しくなる。いやー、ショック大きいですね。よくテレビでそういうドッキリで人の正体見たりっていうのあるじゃない。 ありますね。あのこっそりそれこそ10万円とか余分にギャラで包んだりとかして受け取るかどうかみたいな。か籠池さんみたいなことあんだね。金数ですね。へえ、それはやっぱびっくりするよね、5億円は、はい。あとこれはですね、大田区の宣言さんはですね、はい、これはもうエイプリルフールのついでに謝罪ですと、うん、私昔、うん、アッコさんの誕生会に行ったことがあるよと嘘ついたことがありますと。誰ですかそれ。これ宣言さんという方なんですが、はい、ただ安心してください、はい、周りの人は誰も信じてくれませんでした。そりゃそうでしょうね。チェック厳しいですもん。そう、紛れ込めないですよね。込めないと思います、はい、あの特にあの今は普通にしてますけど、昔はもう本当にあのマネージャーも別室でしたから、はい、それで表出た時に写真撮られたりして気遣わせるのも嫌だったから、結構厳しかったですよ。そうですよね、はい。まあ、でもつい言ったと言いたくなるという、どんなんだったとかみんな聞くんだろうね。聞くでしょうね。酔っ払って大変だったよとか言ってんじゃない。絶対言うでしょうね。ね、いや怖えやとか言ってるんですよ、うん、そうそう、笑うとさ人変わるんだ、あの人変わるんだ、チューしてきてさ断ってうるせえわバカやん。いやいやいや、まあ、一応書いてないじゃん。言ったかどうか分かんないじゃん、はい、どうしてそんな時行ってきたんだよ誕生日に。本当いい人なんだよなってないね。そうですね。なんで私は酔っ払って大変なんだとか、本当のいい人だったよって言うとなんか盛り上がらないんでしょうね。あ、そうなんだ。へえ、そういう人ってあるんだよね。人間の持って生まれた雰囲気。吉永小百合さんのさ、この間誕生日パーティー行ってさ、いやー意外に酔ったらすげえんだよなんて聞かないもんね。本当とか聞かない。本当なのとか、ね、嘘だったってすぐみんな言うかもわかんない。和田っこ行って大変だった、やっぱり。ありそうですね。やだな。はい、これは茅ヶ崎の小泣ババアさん、はい、56歳の方です。女性の方ですね、はい、息子が北海道に本社のある会社に就職したので、はい、今朝札幌に旅立ちました。あ、昨晩は、ね、あの移動になるっていうんで、うん、会社での送別会があって帰りが遅かったんですね、はい、なので私としては最後の夕飯を息子に作ってやれなかったというのが心残りですと。あ、母親らしいことをもっとやってあげればよかったなと、少々ロス状態ですね今で言うところのっていう。なんていうか巣立ってこのままも巣立っていくもんですからね、はい、だってもう昔から言うようにこのままおむつしてる時が一番可愛いって言うよ。なんかもう歯生え出していろいろ自分のなんかしてほしいこと言い出すともう手がかかってしょうがないっていう。あ、なるほど。でもだって日本はずっと一緒にいたいとかって言うけど、アメリカとかは昔なんか聞いたらもう高校生になったら自立するようにアルバイト化して、で親も子供には頼りたくないっていうのがあって、なんかきっちり線引きするって言いますね。なんかありますよね、うん、親離れ子離れがすごいっていうか、はい、でもちゃんと育ててあげてそれで会社のために働くんだからいいじゃないですか。そうですね。たまに行き来できるから楽しいと思いますよ。そうですね、北海道行ったりね、はい、はい、まあ、この木ババアさん寂しいもんですねというふうに書いてありますが、うん、まあ、息子さんもね無事に就職決まって、はい、よかったじゃないですかね、はい、うん、ということで、なんかこう憧
子さんにきっと聞いてほしかったんでしょうね、この寂しい気持ちを。あ、はい、あのね、人間ってね、やっぱりね、あの、私は子供いないから分かんないけど、いた人がいないと寂しくなるんですよ。もともといないとなんともないんだけど、いた人がいないと寂しくなるのと、で、いない時に誰か入っちゃうと慣れるまでが大変なの。よく言うじゃない、あの、結婚でもさ、結婚は判断力の欠如でやって、で、離婚は、忍耐力の欠如でやってしまって、で、再婚は、暗記力かな、そうか、欠如で。そうか、失敗したこと忘れてるわけだ。そうそうそう、はい、人間ってそんなもんなの、勝手なんだからさ、はい、でも子供の成長した姿は素直に喜ばないと。はい、うん、ということで、はい、今日もたくさんのお電話ファックスメールありがとうございました。それではここでアッコさんの曲をおかけします。これ懐かしいね。抱かれ上手という曲は、はい、1990年のアッコさんの曲。1990年にこの番組がスタートした。ああ、それでか。はい、うん、最初オーライとかけようと思ってたもんね。そうなんですよ。ちょっと、わかりました。オーライとかけられませんでした。はい、はい、それでは1990年のナンバーをお送りします。はい、抱かれ上手。